この日の会見には2部降格の厳しいシーズンを経験する一方で、トップリーグでチームの主力として貢献した4人が出席しました。このシーズンで退団することを決めました。自分は本当に14年間ずっとくのいちのチームでサッカーを続けてこれたことが本当に幸せですし、この14年間でやっぱ共に戦った仲間、一緒にプレーしてた仲間たちや、マーケティストというフロントの方々や、応援してくださったサポーターの方に本当に感謝しています。まだサッカーを続けていこうと思っているし、新しいまたチャレンジしていこうと思っているので、これからも応援してもらいたいなと思っています。出席した4人のうち、山口選手と佐藤選手は引退し、堤選手と小林選手は現役を続ける考えだということです。